弱者男性に身長168が多い理言うなんやそれ誰が言うたんやそんなヘイと変わなさそうね168センチを2ちゃんだよって何2ちゃんかしょうもねえ中途半端だねえっていいじゃんそんなん言うたらもうなんか170以下のやつ全員中途半端でしょ170とかも中途半端やろむしろ なんか最近中途半端っていうやつ増えたよな。中途…あの言うけど中途半端って世の中の9割以上のやつが中途半端に俺当てはまると思っちゃうわ。だよな9割以上の人間が中途半端じゃない。せやんな。そうやんね。聞いてるよ聞いてるとかじゃないけどさ世の中中途半端なやつばっかなんやんってそう。だからなんだーって誰にでも当てはまるやんなそれ。 だから中途半端って言われるような人間は中途半端じゃないんやろな <laughs> お前それでいいのっていやよ嫌だ <laughs> 何が言いたいのなんで中途半端って言われたんやろあの時 <laughs> あれのせいで3日ぐらい寝れなくて潰瘍性大腸炎が悪化したんやけど <laughs> 責任取ってくれるんかな半生は <laughs> 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 どう半生未だに聞いてるけどそれでも俺って中途半端かな <laughs> ガチ聞きじゃんいやノーダメージですけど 恨んでるねでうん10年ぐらい恨むと思う繁盛っておいちゃんに厳しいよなえ俺にだけ厳しいのそんなことないと思いたいけど <laughs> なんかなこいつならなめてかかってもええと思われてんのかなその通りやけどうん厳しいで見下してるからねって <laughs> そっかおいちゃんに変わってほしいんだよ絶対変わんねえ俺は俺は俺として生きるこのまんままっすぐ絶対に俺は変わらない 自分が正しいと思ったことを突き進み自分の正義を知らしめるんや世の中に中途半端ですハハハハハハ全然中途半端ちゃうやん頑固なおっさんだね無理に尖らなくてもいいですよ別に無理に尖ってないんやけどな 俺無理に尖ってんのかなそうなんかないやそんなことないと思う普通にしてたらせって言われたってことは多分周りから見たら尖ってるように見えるんやろうなうんそういうことやろな素直なだけだよねうんナチュラルでやってたら外事じゃ外事ないんや。